いやー、ついにこの時がやってまいりましたね。無限城編アニメ映画化決定ということで、いやー、もう柱稽古編の最終回がね、実質のプロモーションビデオとなっていたわけなんですけども、いやー、そんな柱稽古編の最終回も、素晴らしくて、無限城編のねアニメーションを、劇場版で見ることができるというね、まあもうとんでもない展開となりましたよ。あの無限列車編以来のあのアニメーションが再び、はい、劇場に帰ってまいりました。さあ、ということでね、今回はですね、公式さんより解禁された最新情報を深く見ていきたいなというふうに思っているんですけども、まずはですね、こんなビデオが公開されておりました。劇場版鬼滅の刃無限城編特報ということで、予告映像の前に作られる映画ならではの告知でございますね。で、今回ですね、内容は2分ほどの映像となっていたんですけども、まあ中身はだいぶ豪華でですね、まずは冒頭のこんな感じのアニメーション、無限城の雰囲気、こんな感じでもうね、立体的かつホラー要素強めなアニメーションになりますよと、劇場ではこんな雰囲気で味わうことができますよというですね、UFO テーブルさんからのアピール、からね、映像は始まっていきます。いやー、もう映像のクオリティっていうのが異次元すぎるよね。さあ、そしてですね、すべての柱の紹介映像がダイジェスト、新キャラクターデザインとともに流れていくわけなんですけども、まずは水柱富岡義勇からということで、いやー、もう本当にかっこいいですよね。さあ、そして続いては我らが推しである胡蝶忍ということで、いやー、もう覚悟が決まってますね。銅馬戦はあるのでしょうか。さあ、そして続いてはですね、甘露寺光莉ということで、いやー、めちゃくちゃ可愛らしいんですけども、いやー、もう刀鍛冶の時の甘露寺さんではないですね。さあ、そして続いてはですね、イグロオバナイということで、いやー、もう本当に柱稽古の冒頭から見どころが満載でしたからね。さあ、そして続いては時藤無一郎ということで、いやー、もうこれもやばそうだよね。無限城編のムイ君はちょっとやばいよね。さあ、そんな感じで、続いてですね、エースであります姫島行明ということで、いやー、今回本当にね、 MVP が姫島さんだったからね、無限城でマジで大活躍ですね。さあ、そして最後はですね、品塚はさねみということで、いやー、品塚は兄弟のストーリーっていうのはまだまだあるんでしょうかと、いう感じで、映像はですね、これから登場する、キャラクターダイジェストとともに、流れていくということで、まあ、善逸だったり、伊之助だったりとか、あとは露木かなおだよね、なんかが登場しておりましたが、まあ、今回から本当に大活躍のある露木かなおということで、見どころが満載ですので、まあ、注目していただけたらなというふうに思っております。さあ、そんな感じで続いてはですね、無限城に落ちてゆく主人公かまど炭治郎ということで、いやー、もうこのデザインがめちゃめちゃいいですよね。この浮遊感というか、いやー、たまらないですよね。興奮いたしますよね。はい、ということで、もうめちゃくちゃ楽しみなんですけども、はい、最終決戦がいよいよ開幕でございます。はい、てな感じで、今回はなんと無限城編の劇場版がアニメ映画化としてね、決定いたしまして、前編なんと3部作によって、制作の方が発表されました。つまりは、今回無限城編パート1からパート3まで、合計3回ですね、映画の上映が決定したということで、まあ累計すると、まあ2クールぐらいの分量があるということでございますね。さあ、そして肝心なのはですね、一体いつ公開なのかということなんですけども、今回2025年内には
ほぼ確定で第1部作が公開となるのではないかなと思っておりまして、まあ、具体的には2025年の夏あたりに公開となるのではないかなというふうに思っております。まあ、理由といたしましては、毎年続編を一つずつ出している鬼滅の刃なんですが、今回も同様のペース、1年に1本ずつの映画がね公開されていくのではないかなというふうに思っております。はい、まあ、柱稽古編もですね、実際アニメの公開が終わってから次の編が映るまでに11ヶ月で放送ということなので、あの柱稽古編の最終回で11ヶ月で放送という感じなのでね、まあ少なくともクオリティに関しては全く問題はないかなと思っておりますね。まあ1年で仕上げることは可能だというふうに思っております。まあなので、まあまあ来年の2025年には無限上編のパート1が公開となるでしょうと。はい、そんな感じでね、今回キービジュアルの方も公開となっておりましたが、いやー本当に想像以上にだいぶ豪華なキービジュアルとなりましたね。まだ鬼の登場はねないんですけども、いやこれよく見るとですね、原作の140話の扉絵をアニメの絵にそのまま落とし込んだものとなっておりまして、原作勢からしてもねすげー楽しみなビジュアルとなっているんですよね。はい、ということで今回アニメの最新情報に関しては以上となりますが、改めて無限上編の映画のタイミングだったりとか、まあ、情報のね出るイベントなど考察していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひとも皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、では皆さんまた次回のところでお会いしましょう。バーイ。